びっくりしたことが、もうすぐたくさんの人がいると。で、今日ここに来るまでも電車に乗ってたくさんの人とここに座ったりして、たくさんの人とすれ違ってきたんですけど、でその過程では絶対こいつ気が合うなっていう人に何人もいるんですね。僕バスケしてたんですけど、バスケットボール持ってる人がいたりとか、こいつ絶対バスケする格好じゃんとか、で横に座ってる人のイヤホンからヒップホップが漏れてきたりすると、絶対こいつと気が合うわっていうのが、そういう出会いがいくつもあるんですよね。で、そういう出会いがすごい正直今すごい高いんですけど、それが下がったらもうすごい最高の世界。ミクシーとかで、まあ、今もう繋がっていないもう忘れてしまったような友人と、例えばまあ故郷に戻った際に、まあ、再会できるようななんかシェイクした時にもうその友人とたまたま出会えるような収束的な再会の出会いっていうのは非常に面白いかなっていう、そういうようなサービスになっていたらば、カフェとかで、まあ、自分で本を読んだりしている時に、まあ、誰かに出会いたいんで、まあ、タグをシェイクしたりします。で、その、まあ、タグを僕はどんな人間かっていうのを知ってもらうために、まあ、例えばぼっちなうっていうタグを使ったりして、まあ、自分のブランディングしたり、まあ、ネタ系、その冬でも見るとかネタ系を使ってシェイクしてて、でそれはそのパーティーに持ってってみんなに盛り上がりたいからちょっと食いつくようなタグを使ってます、うん、喫茶店とかで手で作業してる時に使うんですけど、で前たまたま喫茶店にいたら、喫茶店作業してる人のマックにワンダーシェイクのシールが貼ってあって、であこれ絶対気が合うわと思って、ですぐさまシェイクしたんですけど、もしそこでリアルの人と僕シェイクした時につながったりできれば、それは最高だと思います。